こんにちは、今回はハイナントカゲモドキと人工餌です。日本カナヘビではメインの餌として与えているレオパ用人工飼料ですが、今年飼い始めたハイナントカゲモドキにも与えています。2匹いるハイナンは、1匹は置き餌でも食べている、もう1匹はピンセットからのみ食べているという個体差を現状感じます。それでは、現在の大きくなったハイナントカゲモドキを見てみましょう。ということで、ピンセットからなら食べるトカゲモドキでした。カナヘビ動画のコメントで、人工餌を食べないという質問を多くいただいていますが、今回のハイナントカゲモドキのように、ピンセットで動かせば食いついてくれるかもしれません。まずは生き餌など食べる餌をピンセットで与え、ピンセットイコール餌という認識を持たせていくのもいいでしょう。そして、果たしてうちのハイナンは2匹とも生き餌を食べてくれるようになるのか？次回の報告もよろしくお願いします。